ある朝、トーマスはアールズデールエンドに到着した。やあトビー、楽しそうだね。トッハムハット卿にグレートウォータートンの最初のパレードを先導するように頼まれたんだ。トーマスは喜んだ。それは君が祖道島で唯一の路面機関車だからだよ。きっとみんな君のことを応援するよ。トーマスはグレートウォータートンでトッハムハット卿が待っているので出発した。彼には3つの大事な仕事があるのだ。トーマスがグレートウォータートンに着いたとき、別の路面機関車が待っていた。トーマス、彼女はソドー島の新しい路面機関車のフローラだ。フローラは太陽のように微笑んだ。こんにちは、トーマス。あ、こんにちは。フローラはトビーと一緒にパレードを先導する。トーマスは驚いた。フローラをトビーと会わせてくれ。そしてトビーにフローラを連れて帰ってこさせるんだ。トーマスは心配した。トビーは一人でパレードを先導したいと思っているはずだ。トーマスは考えた。トビーが動揺しないように、パレードが終わるまでフローラをトビーに会わせないようにしないと。